破この4人が人弁のつく漢字に挑む。制限時間は30秒。頑張れ。よーい、最善の結果は愛梨沙手堅く5点、阿部恵里恵奮闘し7点、長谷部優は苦戦5点、そして合ってます、合ってます、合ってます、これ誰だよ、あやこれ誰だよ、あやごですよ、あやごが何て読むの、あやごで、これも早いブーツここちょっとついてない、ここダメダメ、ここにこうついてからね、はい、4点できた、ケリーさんが言わなかったらいいだろうね、はいはいはい、どうした、それ、違うと思うんです、行人弁、行人弁、あ、でも、これがなかったらこれでよかった、あや書いてる、誰か書いた、あいて、あや書いてる、あいて書いてる、あみちゃん、ほらもうラミ、集中砲火を浴びた高本彩は結局3点、続いてこの4人が挑むのは三水のつく漢字。よーい、スタート。3、2、1、終了。最年少中島亜美奮闘し4点、西田静香意地の4点、リーダー橘香菜伸び悩んで5点、何そう、なんか急いでて、もう急いでて、あっかん、うっちゃうとこの影が見えない、山本さやか痛恨の2点、1位の阿部エリーはドリーム1の知力の持ち主に認定、これから優等生キャラとしてやっていきたいと思います、はい、で最下位のさやかちゃんにはまたこの学校を掃除してもらいたいと思います、はい、よろしくお願いします、次週はどんな勝負頑張っているんでしょうか、じゃあさやかちゃんを残して私たちは帰りましょうね、バイバイ、またね、シンデレラになった気分で、なんでシンデレラ、新生ドリームのメンバー8人が知力、体力、運をテーマにガチンコ勝負、現在のトップは阿部エリエ、一方最下位は山本沙耶香、番付に大変動は起きるのか、今週は綱引き対決、ロープを離すかターンテーブルから落ちたら負け、体力とともに根性も試される種目だ、対戦カードはご覧の通り、1回戦の第1試合からいきなり注目の取り組み、なんと最下位山本沙耶香が登場、高本彩と激突、もうジリジリジリとこうなってますね、お二人とも一番背がちっちゃいもん同士なんでね、頑張っていただきたいと思います、よーい、早い、私何にもやってる、勝っちゃった、まさに七夕無欲の勝利、しかし新プレーはこれだけで終わらなかった、その後も火花の散らないずっこけ対決が続出、エリエの勝ちですね、はい、手に汗握る暇もないまま順当というか番狂わせというか、あとにもかくにも決勝戦は中島亜美と長谷部優の対決となった、どうですか、どうですか、勝てる自信ありますか、亜美ちゃん、岐阜には負けない、岐阜をバカにしちゃう、岐阜をバカに、あなたたち下だからってさ、じゃあ頑張ってください、よーい、挑発合戦で幕を開けた決勝戦は駆け引きも見事な好ゲームとなった、ロープ取るから、あ、すごい、優が優、そしてゆうちゃん優勝ですよ、嬉しい、若さにはまだまだ自信があるわ、長谷部優をドリーム一の体力の持ち主に認定、続いて再開決定戦、カードは山本さやかと愛梨沙、梨沙ちゃん頑張れ、梨沙成長したところを見せてやれ、梨沙引っ張って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 、ということで、おいで、さやか、
山本さやか悪夢の2週連続最下位決定。この結果、長谷部優が総合番付トップに浮上。最下位を独走の山本さやかは恒例のお掃除当番に。お疲れ様。それではまた次週お会いしましょう。バイバーイ。じゃあさやかちゃん一人頑張ってください。バイバーイ。次週早くもドリーム番付最終回、どんでん返しはあるのか。総合再開にはお掃除当番では済まない過酷な罰ゲームが待っている。ドリームですチャンネル。山本さやかアウト。その後の展開はご覧の通り。あからずも新メンバーが次々に姿を消し、残ったのはあの二人。決勝戦は長谷部優と橘香菜、因縁の戦い。勝負はロシアンシュークリームゲームで決する。果たして激辛シュークリームに顔を歪ませるのはどちらか。辛い方を引いたらどぶビリだ。辛い人がビリ。絶対嫌だ。そんなどちらにしようかな。長谷部は顔の言うとくり。じゃあこっちする。あ、微妙。こっちやっぱこっち。じゃあちょっと待って待って、一斉のでで食べますよ。一斉ので。ほらゆうちゃん辛いもん。ゆうちゃん大丈夫？涙目になってるよ。あまりの辛さに声も出ず。ということで運部門はですね、1位はかな、そしてビリは長谷部ゆうちゃんに決定いたしました。イエーイ。ということでですね、3週間にわたって私たちはですね番付をやってきたわけなんですけども、なんとここで3週分の総合番付が出ました。長谷部優がこけたことで阿部理恵が首位奪回。番付トップについた今のご気分は？今度からリーダーになってもいい気分。はーっと、リーダーの座を。ちょっと待って、何でしてるんだ。シュークリームのせいだ。で、最下位のさやかちゃんには今度ベルファーレでイベントがございます。はい、そのイベントでモノマネをしていただきます。イエーイ。さやか、美味しい美味しい。罰ゲームの模様は次週大公開。またね、第2回目の番付をしたいなと思いますのでですね、皆さんその時はぜひまた見てください。それではドリームでした。バイバーイ。